ジャズキサバリエレラのおいちゃんです。こんにちは。今日はですね、ピアノトリオをお届けします。今日のピアニストはですね、私の大好きなピアニストなんですが、この人です。これじゃ分かりませんね、これでも分かりませんね。はい、ですね、ハンプトンフォーズです。それでトリオと言いましたけれども、ベースはウエストコースのベーシストといえば、何人か、思い浮かぶんですけれども、リロイ・ビネガーですね、ここに映ってますね。それからドラムがドナルド・ベイリーですね。はい、それでですね、アルバムタイトルが High in the Sky、 High in the Sky というアルバムタイトルです。それで、今までもハンプトンフォーズのレコードを何回も、好きなものですから紹介しておるんですけれども、その時にも何度も言ってるんですけれども、トリオをですね、ピアノトリオで、なんて言いますか、聞くに耐えうるプレイヤーなかなかいないと思うんですね。今日もまた同じことを言ってしまってるんですけれども、ハンプトンフォーズはその一人だと常々思います。なんか紡ぎ出すようなですね、一音一音もう紡ぎ出すようなこの、音を出してくるプレイヤーだなというのを常々思います。これもまたそうなんです。ただ、彼はよく他のアルバムでもですね、自分でライナーノーツを書くんですね。ここでも、このレコードを出すに至るそのいろんな思いが書かれてるんですね。それでそれはですね、なぜかというと、これは1970年の録音、もう時代がもうどうですか、後半の方に来てますよね。周りも、音楽の変化がありますね。それで、それに、まあ、対応するようなそういった、彼なりのサウンドになってますね。その証拠というと、なんて言いますか、証拠としてですね、一曲を除いて全部彼のオリジナルなんですね。ハンプトンフォーズといえばもうウエストコーストのもうどうですか、ハード・ラムゼーの時代からですね、あのウエストコーストがいわゆるできたという、エルモサビーチで、その時からハンプトンフォーズ加わってますよね。もうあらゆるもシェリーマンとかいろんなところに関わってますよね、アートの場合にしても、それが1970年になって、彼はですね、自分のオリジナル、まあ、平たく言ってしまうと何ですか、もうちょっと、モードタッチだったりとかフリータッチだったりとかですね、そういったことなんですけれども、そこに、通ずる思いを書いてあるんですね。もう1955年ではないというのは1970年代に入ってるんだということで、で自分なりの、いろんな解釈で、やってるんだということが、まあ、平たく言うと書いてあるんですね。それで、B 面が4曲、A 面3曲で、その一番初めにオリジナルでないもの、それを今日お届けするんですけども、オリジナルのものでいうと、例えばこの「イブニング・トレイン」という A 面2曲目、これはジョン・コルトレーンに捧げた、曲なんですね。70年といえばコルトレーンはもう亡くなってますよね。これもなかなか彼のオリジナルすごくいいです。イブニングトレインですけれども、今日はですね、そのオリジナルではない、ルックオブラブという、ルックオブラブといえばバートバカックですね。これですね、カジノロワイヤル007のあのパロディといいますか、まあ
まあ007の一つといえば一つなんですけれども、バート・バカロフが作った曲をダスティ・スプリングフィールドが歌ってましたね。はい、この曲を彼なりの1970年時点での彼の、サウンドをですねやってるんです。これを今日お聴きいただきます。はい、私は好きですね。はい、では楽しんでください。ジャズはいいよ。Thank you.